こんにちは。Amazon 室サポーター、堀秀夫です。今日は、自力で商品を探すときの注意点、そして、自力で商品探しをするのがなぜうまくいかないのか。今現在、ね、半年以上 Amazon 室に取り組んでいて、どうも重いの儲かってないなという場合はね、個別サポートにアップグレードをお勧めしますというお話です。これね、Amazon 室で3万ドル突破した会員さんの ま実況中継なんですけど、まあ一方でね、えー、あんまり儲かんないんでやめますと言ってね、えー、大会していく会員さんもいます。で違いは何かなと思ってね、えー、いろいろ見てみたんですけど、やっぱり個別サポートを受けていただいた会員さんは、長いことサポートを受けていただいてます。一方、個別サポートを受けてない会員さんは、儲からないと言ってやめていく場合が多いです。 自力で儲かる商品を見つけるのは難しいです。オーストラリアアマゾンで販売すれば稼げるとは限りません。私の個別サポートを受けて、オーストラリアアマゾンで販売するから稼げるのです。これサポートを開始した時期がいつかというのでね、えー、結構長めにサポートを受けてる人の、えー、内容を見るとね、みんな個別サポートを受けてる、あるいは個別サポートを受けたことがあって、その後ダウングレードしてるというのがね、傾向としてわかりました。 2017年5月ですからね、えー、もう5年半受けていただいている会員さん、2016年9月、2015年9月、2014年9月、2013年2月、2013年2月、まもなく10年ですね。これらの会員さんに共通しているのは、まあ、商品探しをね、私が直接教える個別サポート、あるいはね、昔は実際に会って、 一緒に店に行ったたたりりししてましたんでででねそのやり方で、えー、覚えた会員さんが多いといととうことですで自力で儲かる商品を見つけにくい理由はもう、ねえー、単に私がすごいんですということじゃなくてちゃんと心理学的な、ね、裏付けというか理由があります。それは人は1万円を手に入れるよりも1万円損する方が精神的に大きく左右する。 これは損をすることの方が得をするより大きく感情が動くということです。自力で商品探しをしている場合、儲かる商品が見つかっても損をした商品や売れない商品が気になって合理的な判断ができなくなります。一方、私は合理的なアドバイスをしています。だから私のアドバイスを素直に実行すれば稼げるようになるわけです。これはね、えー、もう、 マニュアルサポート、あるいはチャットサポートでね、半年あって稼げない人は、一度スカイプ相談で、まあ、個別サポートを受けるお金があればね、一度スカイプ相談を受けてください。別にね、その後アップグレードしようが、そのまま、え、とどまろうが、え、どちらでもいいんですけど、ただせっかくの稼ぐチャンスなのにね、え、儲からないやり方をずっと続けて、まあ、時間とね、サポート費用を払わなかったとしても、まあ、サポート費用が安かったとしても、それ以上にね、儲ける機会を逃してるとか、 あるるいは、ねえー、商品で損してると、いいいうのは本当にもったいないですあと個別サポートをせっかく受けていただいている場合は、ねえ、この心理が働きますので、ね、もう本当考えずに私のアドバイスを素直に実行してください。えー、つい最近も、ね、サポートしていて、えー、儲かる商品の、えー、関,連商品と補充関連商品を見つけるのと補充済みましたかと言ったら、ね、売れた商品は全部儲かってませんという返事をいただきました。まあ、ところが、ね え、1> 1個個7 0 0件儲かる商品見つかってますんでね。その商品どうしたのかなと思ったあ、それは儲かりましたねってことでね。結局、他であんま儲かなかった商品、ね。あるいは損した商品気になっちゃって、その儲かった商品がもう吹っ飛んじゃってる。忘れちゃってるわけですね。商品を送って儲かる商品を見つけて、それを売り続けるというのが商品探しです。例えば、ね。2万円で、え、送って、まあ、20個の商品を送ってね。 一個だけ儲かっても、他は全部売れなかったとしても、一個でその1700円儲かってればね、その商品が20個売れて3万4000円利益取れるんだったらね、一個売れる商品見つかっただけでそれ1万4000円の利益になります。これが合理的な考え方なんですけど、そうじゃなくてね、2万円送って1700円しか儲かんないからね、これはもう大損だと考えちゃうともう何もできなくなっちゃいます。この 何て言うんですかね、生理的な、えー、心理的なね、えー、障害というか、ブロックというかね、えー、人間の自然な心理が邪魔をして、儲かる商品を探せなくなってますんで、まあ、それに気づいて自分で直せる人は、個別サポートを受ける必要はありませんけど、ほとんどの人は無理なんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、支払い余力があるんだったら、あるいは支払い余力があるうちに、個別サポートを受け,て受けたことのない会員さんはね、個別サポートにアップグレードすることをお勧めします。 まずは無料スカイプ相談を使ってみてください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。